こんにちは、翔太です。次回反響なんですけど、先ほどですね、1回目の集計が終わりました。そこでですね、次回リングに新しいキャラクターが追加されたので、見ていこうかなというふうに思います。ちょっと私の記憶もあやふやなところはあるんですけど、追加されたキャラクターとしては、カノエイトク、ナタ、オオキジン、ランスロット、ヤギュいたっけな、リョフいたっけなって感じですけど、まあこのあたりになるんじゃないかなと思います。まずこの連続攻撃枠ですね、注目するべきは、個人的にはオオキジンじゃないかなと思います。ランスロットってどんな感じだったっけ。ランスロットはイワクかな。あ、違うな。ですね、アイバクか。イバク生後状態にはなれるんですけど、まあそれだけっちゃそれだけなので、そんなに強くはないかなと思います。オオキジンの方はですね、なかなか強力な火力しておりまして、スキル1スキル2ともにですね、敏捷ダメと攻撃力ダメがあると。で、特に攻撃力ダメージが優秀かなと思います。ボス戦とかだとこれで化けたりするんでね。まあ、一応ダメージとしては7回攻撃の 720% 物理ダメージ、8倍の敏捷値ダメージと、さらにですね、残り HP パーセンテージが最も高い4名を1回追加攻撃と。まあ4名を1回なので1名につき1回っていうところはちょっと微妙なところはあるんですけど、まあ同じ敵を、再度攻撃する場合は、さらに自身の最大攻撃力の 60% のダメージが入るっていうところで、かなりですね、強力な一撃二撃を叩き込むことができるっていうふうなものになっています。で、4ターンの間ですね、自身が残影生後になって回避率がまあ50から100増加すると。で、混雑のターン数が多いほど回避率が高くなります。まあ、ここはちょっと正直どうでもいいっちゃどうでもいいですが、ここですね、この混雑がめちゃめちゃ強いんですよ、このキャラクターは。出陣時4ターンの間自身が混雑状態になって HP 吸収はまあいいんですけど、攻撃力が 30% かける混雑の残りターン数増えると。まあ、なので、すごいですよね。出陣時 120% 攻撃力が上がってる状態で、陣営に参加しまして、で、混雑状態の間はですね、場内の生存者が1名減少するたびに混雑のターン数がプラス1されるような仕様になります。まあ、ちょっと今回の次回反響だとキャラクターの数っていう点では敵味方ともに少ないような状態になるので、まあ、混雑のターン数が切れにくいっていうところがメリットになるのかなと思いますね。10ターンまで伸ばしていくっていうのはあまり現実的ではないとは思います。まあ、ただですね、まあ、ありっちゃありなのか、それでも4倍ですもんね、攻撃力で。自身が撃破されたときは敵6名に最大攻撃力の 60% と敏捷値×混雑の残りターン数のダメージを与えるというふうなものになっています。いや、なのでめちゃめちゃ強いんですよ。攻撃力ダメージも火力もめっちゃ高いです。で、スキル2が HP パーセンテージ最も低い敵を5回攻撃して毎回 720% の物理ダメージ、さらに敏捷値の10倍のダメージと。で、5回攻撃後自身が生後状態でしょうね、基本的には。残り HP パーセンテージが最も低い敵を5回追加攻撃して最大攻撃力の 50% のダメージを与えると。で、まあ一応ですね、混雑の残りターン数が5より高いと必ず命中になります。で、敵の HP が 50% より低いとダメージが倍になる。いやー、強い。このキャラは強いと思います、私は。命中値も上がりますし、敏捷値も攻撃力も上がるっていうところで、いや、ちょっと取ってみようかな。私結構このキャラはありかなと思ってます、正直言って。かなりかなりありだと思っています。で、このキャラクターの代わりにちょっとガウェイン抜いてみますか。じゃあ、あれ、ガウェインを一回追走して、今ちょっとガウェインを私なるべく、限界まで育成していたような状態になるんですけど、まあ、その状態から完全にこちらに大記事に移行したときに多分進むんじゃないかな、進まないかな。まあ、ちょっと私が今こんな感じでやってるんですけど、あ、ちょっとこう、おーおーおー、普通にやられとるやな。どうだろう、これダメージ結構入ってるような気するけど、勝てる、あ、負けるのか、そんなに勝てないかな。結構ありだと思ったんですけど、
はい、ちょっと微妙な感じになってしまって申し訳ないんですけど、ガウェインの方がいいような気がしてきましたね。というのはガウェインもですね、かなり攻撃回数が多くて、なおかつダメージ3倍ですねっていうのが出るっていう点と、後期状態がですね、こちらもですね、コンダツと似たような感じではあるんですが、攻撃力を伸ばしていくことができるっていうところで、ガウェインの方が強いのかな、強いのかもしれないです。で、まあ、ナタはですね、聖護解除できるんですけど、個人的には取らなくていいかなとは思ってます。いや、火力っていう意味だと、範囲攻撃のキャラクターになってくるので、正直そんなに入れる必要性はボスではないかなとは思います。闘技場だと強いですけどね。で、こちらのですね、加納栄徳に関してなんですけど、一応ですね、呪文値状態にできるっていうところ、と、発行罪悪にすることができるっていうところが、一応今、誰だったっけ、アシアドーマンとニミネがやってるようなことを、一応1人で二役できるような風に見えるっちゃ見えるんですけど、一応このキャラクター箱をばらまくっていうよりかは1名に箱を付与するっていう風な感じなので、個人的には、呪文値に関してもですけど、個人的にはですよ、今私使っているアシアドーマンですね、このキャラクター範囲攻撃で呪文値と封印は1名ですけど、付与することができるっていう点と、2名もですね、火力はちょっとバカにならないところがあって、一応知力ダメと攻撃力ダメージ、スキル1、スキル2も入っていて、で、スキル1で破壊罪悪をばらまける可能性があるっていうところで、そこに関してはですね、現状維持でいいのかなというふうには思っています。で、バッファーがですね、かなり強くなった印象がありますね。超光明と小機微が追加されたっていうところで、とりあえず困ったら超光明取っておけばいいんじゃないかなと思います。超光明は変わると思いますよ、私、さすがに。超光明入れてみますか。超光明を入れて、劉備の前なんかに置いたらですね、ちょっと一気に進むかな。ちょっと今育成してないので、当たりどころが悪かったら、ちょっと、あれですけど、悪くない、よし。ああ、そうか、そうなっちゃうか。祝福大鬼神。そうか。ちょっとこれは調整しないといけないですね、火力を。今、2名と、大鬼神が、に祝福ついちゃうような状態になってるので、ちょっとそこは調整してあげないといけないんですけど、ちょっと、パッとしない映像ばっかりになってしまって、非常に申し訳ないんですけど、はい、これでどう？攻撃力、まだちょっと2名の方が高いな。ちょっとこれだけだと進まなかったっていうのが非常に残念なところではあるんですけど、この辺のキャラクターは使っていただくと非常に強いんじゃないかなとは思います。そういう意味では、ちょっと今の感じの使い方だと小機微の方がいいような気がするんで、ちょっと小機微と入れ替えてみますか。超光明と小機微をチェンジで、別にこの位置にする必要もないのか。でもこの位置にしとかないとやられる可能性が高いな。一応スキル1、アシアドーマのスキル1で敵の一番上をですね、封印にすることはできるんで、確実に暴走は付与できるんですけど、でも一回きりやな。ちょっとこの辺はしっかり育成しないと微妙な感じがしますね。ちょっとこれで、ちょっとそもそもの話なんですけど、大鬼神戻してみますか。大鬼神を戻して、ガウェインにしたら進むとかあるんじゃないかなってちょっと思っちゃったんで、ちょっとガウェインに戻してみようかなと思います。ちょっと、スペックだけで言うと、ガウェインより強いんじゃないかなと一瞬思ったんですけど、ちょっと MR アバターと純 MR の差を見せつけられたような感じがしてしまいましたね。進んだ。はい、なので、バッファーはですね、かなり優秀になったかなっていう風な印象がありますんで、しっかりですね、使っていただくのはいいのかなという風には思います。カノエイトクとかあの辺はですね、個人的にはツールでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ気軽に追走はできるようなものになっているので、いろいろですね、試しながら、ご自身の編成とかもあると思いますので、ご自身の編成に入れてみて、育成してみてですね、何回か試してみて、ちょっと違うなって思ったら入れ替えてもらうっていう風な感じでもいいんじゃないかなと思います。
まあ、ちょっと長くなってしまいましたが、今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。